時刻は午後3時を回りました。この時間はミークーのハッピーライフのお時間です。この番組は私ミークーが好きなものに夢中になることは素晴らしい、そしてこんなに素敵な人たちがいるんですということを発信したいと思い、この番組を始めました。毎週人生を幸せにしてくれた人をテーマに紹介をしたり、ゲストにお招きしてお話を伺っていきます。私が力をもらっている言葉や音楽、そして人を紹介することで誰かの力になれると信じています。私の夢はどんな人も自分が今やっていることを楽しめるような支えができる人になることです。ということで、今週も友達からプレゼントでもらった夢が叶う日めくりカレンダーから今日のメッセージを紹介します。2月11日、今日の言葉は、悩むことは最高の法則。悩みがあるということは成長したい、向上したいという証拠。悩むことは最高だ。悩みがあるから成長できる。というものでした。言葉の紹介はまた後で本からも抜粋してお伝えしたいと思います。本日はこの後3時10分頃より、来週末18日と19日に那覇で行われる街フェス桜坂アサイラム2017をのお話を聞くために、出演する銀天団さんというアーティストさんやスタッフさんをお招きしてお話を伺っていきます。リスナーの皆様からのメッセージも募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームで映像と音声をインターネット配信しています。ツイキャスも連動しておりますのでコメントもお待ちしております。どちらも FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。それでは1曲お届けしまして、今週も自由に楽しく放送していきますので、これから1時間お付き合いください。ここでご紹介しますのは、先ほど言った桜坂アサイラムにも出演される南部マンゴーパーティーズさんの楽曲で This is a song という曲です。結構ですね、最初の歌い出しから私は言葉の力を感じる曲になっているので、ぜひ歌詞にも注目して聴いていただければなと思います。強く気高き心、自らの中に探し求め、夢と現実さまよい歩く果てなき道の途中、意識の深くにある弱さに何度も気づいて泣いて、新たなる一歩少しずつ顔を上げて、あここにある今この時、優しさ悲さも思い宿せば、聞かざることも忘れてしまえば、聞こえるでしょうか君にも。知らず知らずに自ら傷をえぐって、周りの人の目気にすることでいつしかわからなくなって、本当の自分は一体どこの誰なのか、迫り来る避けようもない未来、音を立てて崩れ、
しまえば届くのでしょうか君にも。返すことでしか自らを乱せずに、それも現実、周りの冷たさも温かさも、思いつきやあわよくばの上あつらを重ねてね、伝えたいことあったんじゃ。お届けしております曲は南部マンゴーパーティーズさんで This is a song という楽曲です。ちょっとですね、全部流したいんですけれども時間の都合上ちょっとカットしちゃいますので、この続きを聞きたい方はアサイラムに足を運んでみてください。それではですね、今日は2月11日ということで、この日はですね私にとっては待ちに待った日でしてプラザハウスでは今日から来週の19日日曜日までパーティーダンサー粒マスターと味峰さんがこうおなじみの、そうパーティーダンサーでおなじみの味峰柊さんがですね、こうイラストの個展を開いているんですね。でこの味峰さんというのはイラストレーターとしてモンパチとのコラボグッズを作っていることで、私は初めてこう絵を描いているんだということを知ったんですけれども、このキャラクターとかもすごく可愛くてですね、大好きで、私は LINE スタンプも買ってます。そしてですね、イラストといえば最近キングコングの西野さんがですね、無料の展示会の開催宣言をしてちょっと話題になっているんですけれども、それに対してですね、やっぱりそのイラストでこう生計を立てているというか暮らしている足峰さんはですね、自分の思いをツイッターでちょっと配信しておりまして、私はそれもすごい正しい意見だなと思ったので、ちょっと伝えさせていただければなと思います。このことに対して、やってることや考え方は超素敵だと思うけど、稼いでないとできないことだとも思う。絵本作品作って生計立ててる人にはこんな素敵なことを堂々と宣言されてやられたら、今後ちょっとだけやりづらいような。買えない人もいる、それでも頑張ったら買える人がその中にいて、そんな人の頑張る気を起こさせず、無料じゃないと見ないぜって方に向かう考えの人がさらに増えそう。まあじゃあ有名になれよっていう話でもある。考えすぎだとも思うんですけどね。ただなんかこの無料公開についてなんかちょっとだけ引っかかりを感じたので、絵本を描いている自分としては気持ちを表明しないと気が済まなかったのであります。でも買えない人たちにも届けたいっていうのは本当素敵なことだと思いますよ、というものだったんですけれども、これはツイッターの限られた文字の中で何回も投稿されてこう発信していたので、きっとすごく伝えたかった部分じゃないかなって思います。で今回のこのプラザハウスで行われている個展はですね、入場料500円で小学生以下は入場無料なんですね。その設定も私はですね、個人的にすごく夢があることなんじゃないかなと思っています。ということでこの個展はですね、今日から19日、来週の日曜日までプラザハウス3階で開催されております。時間はお昼の12時から夜の7時までです。ぜひお時間のある方は足を運んでみてください。それではここで一旦 CM をお届けしまして、桜坂アサイラムについてお話を伺っていきたいと思います。
時間をお届けしておりますのはミークーのハピンライフです。 CM 前にですね、CM 明けからゲストさん呼びますと言ったんですけれども、あの本紹介するのを忘れましたのですみません、嘘をつきました。ちょっと紹介したいと思います。今週紹介する本は高橋優さんの自伝本ミスターコンプレックスマンの本です。この中のですね一部になるんですけれども、そうですね、路上ライブをしてからこう今はメジャーで頑張っている高橋優さんなんですけれども、その走り出しというか、うん、その時の思いっていうものが書かれている部分があったので、ちょっとこの時だけは BGM も消してお伝えしたいと思います。僕の今までを思い返すと、なんだろうな、路上ライブ時代に一番気をつけていたことは、そこまでやるかのそこまでやるっていうことだったんです。これ僕が考えた言葉なんですけど、そこまでやるって言われるそこまでやることが人よりも前に出るための唯一の方法だと思うんですよ。普通そこまでやるっていう人たちはそこまでやらないんです。だからみんな変わってるねって、普通の輪の中から普通じゃない人を指さして笑おうとするんです。でもその輪の中で生きようとしたり普通のところにいようとしたら、僕は僕が思い描いた人間には絶対になれないと思ったんですね。だから路上ライブやりたい、お客さんを集めたいって思うならそこまでやろうと思ったんです。毎日やってみる、冬でもやる、弦が切れてもやる、声が枯れてもやる、チラシを全部手書きで作る、歌詞カードも手書きの CD を自主制作で作るとか、なんか一生懸命だねって笑われてもそこまでやるってよく言ってたんですよね、という部分だったんですけれども、高橋優さんはメジャーと呼ばれる場にいながらも、私は活動がインディーズ的だなと思っていて、今後も応援していきたいアーティストさんの一人です。ではですね、大変お待たせいたしました、ゲストさんにお話を伺っていきたいと思います。それではですね、皆さんこんにちは。こんにちは。すごくお待たせしました。嘘つき。ごめんなさい。ありがとうございます。それではスタジオ4名の方がいらっしゃっていただいてますね。一人一人お名前をお願いします。はい、桜坂アサイラムの、スタッフをしております知念と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、銀天団の津波子です。よろしくお願いします。銀天団の津波子さん、よろしくお願いします。はい、どうも、銀天団のドラムの啓太です。よろしくお願いします。啓太さん、よろしくお願いします。こんにちは、桜坂アサイラムスタッフの遠目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ来週開催される桜坂アサイラム2017のスタッフさんとして遠目さんと知念さんにお越しいただいて、それに出演されるアーティストとして銀天団の津波子さんと啓太さんにお越しいただいている形になりますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でこの桜坂アサイラムなんですけれども、はい、今回とか毎年開催されているんですけれども、はい、これはどのようなものになるかっていう、こうなんていうんですかね、知らない人に対して少し紹介するとしたらどんな風に紹介するイベントになるかって、ですね、10回目になるのかな、10回目、はい、で桜坂劇場を主体として、その町、桜坂っていう町を舞台に、まあ、いろんなバーだったりとか、まあ、ライブができるスペースだったらどちらでもっていう形でライブをやってまして、まあ、その劇場の前に公演があるんですけれども、そちらでも、まあ、無料の、イベントマルシェって市場みたいな形でやったりして、まあ、いろんな方が楽しんでいただけるような、まあ、マッチフェス、ちっちゃな本当桜坂っていう場所であるマッチフェスっていう形ですかね。はい、そうなんですね。この手元にパンフレットがあるんですけれども、はい、まあ、アーティストさんの紹介もあり、お店の紹介もとても多いですよね。そうですね、今回はこの街全体でイベントを盛り上げたいっていうのが根本にあって、それでこの
劇場の周辺のお店にも協力していただいて、はい、で一緒に盛り上げていきましょうっていうことで、町散策もできるようにお店の紹介なども載せてます。そうなんですね、はい、この桜坂と呼ばれる一帯がそのなんていうんですかね、桜坂劇場とか、はい、桜坂セントラルとかある地域ですよね、はい、で私結構この地域やっぱりライブに行くことが多いと、うん、やっぱこのライブが終わった後、はい、でよく閉まってるお店が多いんですあのどこに行けばいいんだろうっていうのがあれ、そうですね、あのなんて言ったらいいんですかね、僕も最初分からなくって、うん、そうなんです、先輩とかに連れてってもらって少しずつ覚えてって、うん、そしたらあここは大丈夫だお店だみたいなところが出てくるのでそうなんですね、ですね、うん、なのでまあ分かりやすいところで言うと、あの劇場から降りていくとつけ麺桜っていうラーメン屋さんがあるんですけど、はい、セントラルの横のそこの横に G っていうすっごい細いドアを登っていくと2階になんか怪しいバーがあるんですけどちょっと怪しい感じ怖いですよね怪しい、まあ、でもなんかいや結構いいお兄ちゃんがやってるんですけど、僕友達なんですけど、うん、ね、そこに行くと安心して飲めますね、うんうん、まあ、あとは本当なんですかね、行ってもでも分からないんですよね多分最初に行かれると。そうなんです、そうですよね、はい、散策するタイミングがやっぱり欲しくて、うん、でもなんかこうライブのために行くと、うんうん、やっぱりそのライブまではその会場にいてしまったりとか、うんうん、でライブの後もなんか夜だしちょっといろいろ歩き回るの面倒だからちょっと車に乗ってどこか出ようかなってなっちゃってなかなか楽しめない部分があってじゃあ今回それを、うん、そうですね、朝イラもきっかけにちょっと散歩もしていただければそうですね、ご紹介できるところはもう全部しますそうですか、はい、これスタッフさんって、はい、こうどういう方がスタッフをされてるんですか。僕は、実はその劇場の元スタッフでして、で、桜坂劇場、はい、オープンスタッフで、まあ、10年前なんですけれども、でその当時やってた一緒にやってた人間がその今のアサイラムの、実行委員長で森脇っていうのがいるんですけれども、彼とも知り合いでして、で彼から手伝ってくれないかっていう形でもう何年前かな、5年ぐらい前から手伝ってまして、でそうですね、それにまたその昔のOB 連中であったりだとか、まあ、いろんな方で来るので、僕はもうそれが楽しくって、へー、そうですね、あの町にはなんか20代の時のなんかいろんな思いが詰まってるので、それでもう手伝わさせていただいてるって形になってますね。そうなんですね、はい、私実際にこう桜坂アサイラムを楽しんだのが去年が初めてだったんですね、はい、でそのきっかけが、まあ、県外から来てるアーティストが来るっていうことで行ったんですけれども、なんかフェスとかこういうイベントとかってもう何でも、音楽だったら何でもいいから楽しみたいっていう人が結構多い印象があって、私はあんまりちょっと行かなかったんですねけどこの去年行った時に、こうなんていうんですかね、本当に音楽を楽しみたいっていう人がいて、もうその中には騒いでこう騒いでというか楽しんでる人もいれば、本当にじっくり聴いてる人もいてっていう、なんかいろんな楽しみ方ができるなっていうイメージを持った印象がありまして。そうですね、もう楽しみ方はもうそれぞれ個人個人で自由に楽しんでいただければいいと思いますし、なんかその本当に人の感じもなんかちょっと違ったりもするので、そうワーワーするのも大好きな感じの人たちもいらっしゃれば、こうじっくり本当に席にこう座って聞き入るっていう形の人もいらっしゃるので、で、まあ、皆さんがその楽しそうに出てきてくれるのを見てるのが僕は好きだったりするので、お手伝いしてる部分もあったりするのでそうやって自由に楽しんでいただける部分があるって感じていただけたっていうのは嬉しいですね。あ、はい、うん、もうお客さん目線としてもすごく楽しかったですありがとうございますでこの、本当にいろんな楽しみ方ができるのもやっぱりいろんなたくさんのアーティストが出るからかなって思うんですけど、はい、今回70組でしたっけ。75組、はい、すごいことですよねこれ。そうですよね、多分だからそのタイムスケジュール組んでる
さっき言った森脇って子なんですけど、はい、もう頭いっぱいいっぱいだと思います、いつも毎回組むときに。でも楽しむ側も多分もうこの時間ここを少しだけ聞いて次の会場に移動して、でもこれも聞きたいあれも聞きたいって厳選しながら本当にサーキットで楽しめるかなとは思うんですけど。そうなんです、これ本当に見て私も丸つけてもあ被ってるっていうところが。でももう途中で出入りはできると思うので、うん、1曲だけどうしても聞きたいっていうのを楽しみ方としてありだと思います。はい、じゃあそんな感じで、しかもよく見たら2回歌う人とかもいたりするんですよね。そうですね、いらっしゃいますね、はい、なのでこうすごいタイムスケジュールをですねこうじっくり見て決めたいなと、はい、思っています。で、今こうスタッフのお二人に聞いてきたんですけれども、銀天団さんは今回が初になりますか。はい、今回初めて出させていただきます。ああ、そうなんですね。この桜坂アサイラムのこう体験したことはありますか。今年がちょっとメンバー全員がどうか分かんないですけど、はい、僕はあの行くこと自体が実は初めてで。自分も初めてですね。あ、そうなんですね、はい、こうあのアーティストさんの中でこういうアサイラムの話になることはあるんですか。ありますね。結構そのアサイラムっていうイベントの名前自体は頻繁に聞いていて、うんうん、ただまあその僕らが結構コザ中心でそのライブハウスというよりもどちらかというとそのクラブバーみたいなところでやってたっていうのもあって、うんうん、普通のバンドかつそのバンドがやる箱をやってる人たちと違うところでやってて、話には聞くけど行けてないみたいなのがあったんですよね。あ、でもじゃあやっぱり認知度は上がってきてるっていうことですね。かなりよく聞くんで有名なイベントだと思います。あ、そうなんですね。そうですね、じゃあですね、うん、また後半に詳しく聞いていきたいんですけれども、一旦こういう那覇でこういう、うん、サーキットフェスみたいなイベントがありますよっていうことを皆さんにですねちょっと頭に入れていただいて、この後もお話聞いていただきたいと思います。ここで一旦 CM をお届けします。お届けしております。この番組はミークーのハッピーライフとなっております。今ですねバックでおかけしている音楽は
今日ゲストで来ていただいている銀天団さんの音楽になりますね。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということでこの CM 明け少しですね銀天団さんについてお話を聞いていきたいと思っています。プロフィールを紹介させていただくと2012年の年末に結成されて、コザの銀天街にそびえる DIY スタジオを拠点に活動する5人組エクスペリメンタルダブバンド。はい、すごい名前ですねこれエクス…まあ、適当です。強そうな横文字です。強そう、確かに。これはつまりどんな音楽とかはあるんですか？一応実験的なみたいなニュアンスで、もともとそのアルバムとか作る前までは結構セッションというかその場の即興みたいなのでライブやったりしてたので、あそういうところからこの強そうなのが出てきました。こう例えばどんな人に聞いてもらいたいかとかっていうイメージってあったりしますか？ああどうですかね、一応自分たちがその聞いている音とか自分たちがその今これが面白いみたいなのをそのままこううまくアウトプットできたらと思ってるんですけど、誰が聞くんだろうっていうのもあまり考えれてないかもしれないですね。ああじゃあもう本当に自分たちがやりたいようにやってるっていう感じなんですね。そうですね、散らかしてますね。あのさっき即興でやったりしてたっていうことが出てきてたんですけど、はい、今回ですね実はこのゲストに来ていただいてるんですけれども、私一回もライブを見たことがなくて、はい、ちょっと YouTube で動画を見させていただいたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらですね、まず配置、この人の配置もすごく独特だったし、はい、で何よりですね、なんかメンバーさん同士がすごいお互いを見てたなって思ってて、あそうですね、そうもしかして即興でやってるのかな毎回って思うくらい見てたんですけど、結構その大枠は決まってるんですけど、うん、その場のこの例えばフレーズの長さだったりとか、うん、どういう音を入れるかみたいなのは割と自由にやってて、でその時のこの相手が出してきたものでこっちも出すカードを決めるみたいな。じゃあ実際でもこうやって CD とかで音源にはなってるんですけど、はい、ライブだと毎回同じ演奏ではないっていうことですか？そうですね。結構ばらつきがあると思います。毎回違うものが見れるといえばいいんですけど、ムラがあるといえばそうですね。でもそうですよね、そしたら何回でもライブに行きたくなりますし、何回でも来てくださいもう。そこがいいところだよね。そうそうそう、二度と多分同じことできないんで。そうなんですね。で結構はい、このバンドがドラムの方が中心なのかなって思ってたんですよ。あ、まあ、一応まあそのバンマスというか、まあ、そういうポジション的なものであれば自分がそういうのやりますっていう風に相談で決めました。あ、そうだね。はい、自分僕が組んだとかではないんですけど、うん、誰かまとめよっかみたいなのをやる人いないからやるってなったよね。じゃあ俺やるわみたいな。そうなんですね。だって一回そのびっくりしたのが、ドラムの人を中心に他のメンバーがその周りを囲って輪になるっていう、お客さんのことを一切考えていないスタンス。そうですね。そうなんですよ、もうステージングとかっていうのを一切意識してないので、うんうんうん、どう見えてるかというよりも自分たちがどうしたいかみたいなところでいつも決めてて、うん、で配置も毎回違うんで、そのドラムがフロントに立つ時もあればそのシンセだったりその、ダブっていう、まあ、ちょっと聞き慣れないパートなので説明させていただくと、はい、僕らのバンドってその楽器隊の全部の音を、うん、普通だったらこう箱側、そのライブハウス側にある PA 卓っていう、こう、うん、ミキサーというものがありまして、よく線でつながってるやつですよね。そうですね、音をこうつなげてこうそこで調整するような機械があるんですけど、はい、それを担当してるメンバーがバンドの中にいるんです、楽器として。でそのメンバーに音を全部送って、はい、でそのメンバーがこういじくり倒すっていう、なので、まあ、そのメンバーが一番その自由度が高いんで、毎回かなり音を変えてくれるというか。あ
結構じゃあ面白いこと好きというか。そうですね、まあのまあ、わがままちょっと飽き性で多分同じことやってるとみんななんかうーんってなっちゃうんですよね。そうなんですね。で、じゃあプロフィール後半に戻りますと、はい、県内各地のフェスやライブハウス、クラブなどに出没する傍ら、2016年5月にその独自の感性を濃縮したファーストアルバム「インテンダン」をリリースということで、今流れている楽曲がそのアルバムの中からの楽曲ですね。はい、はい、でですね、実際にライブに行った方からもコメントをいただいておりまして。おー、マジですか。そういうことが起こるんですね。ありがとうございます。レイディオ怖いな。レイディオすごいですよ。じゃあちょっと紹介させていただくと、かっこよかった、ラブだったりエレクトロとかテクノあたりが混ざってる感じで、クラブとかでもかけれそうだなって思った。あとは曲によっては民族調だったりするし、音作りにあたってダブ琉球ですか、ダブ琉球、バド琉球バド琉球、パーティーの名前、あ、そうです、パーティーの名前ですね、バド琉球です、バド琉球っていうパーティーや、ピンさんっていう DJ からも影響を受けてるみたいで、そういうクラブミュージックに近い音出すのかなって感じですということで紹介いただいたんですけど、詳しいですね。詳しい、ありがとうございます。嬉しい。でも確かにテクノ感もちょっとこの音楽ありますよね。そうですね、結構メンバーが割とそういう何でも聞く系のメンバーが多くて、そのやってる場所もライブハウスよりもそういうちょっとその電子音楽とか、またダンスミュージックとかをかけてるところとかが多いので、そういうやっぱ周りに囲まれてる人たちからいろいろ教えてもらったりとかして、こういう風になった感はありますね。まあもちろん好きですし、僕らも。あと民族調だったりするっていうことなんですけど、そうですね、これもまたいろんな音楽が好きなメンバーの影響というか、人の影響ですか。そうですね。いや、パーカービンにちょっと車が逆走してちょっと石凍るっていう。すいません。向こうは事故ってなかった、こっちが事故ってなかった。こっちが影響を受けました、二次災害。あとじゃあ音作りにあたってということで、このバド琉球っていうパーティーはどんなパーティーなんですか、ね、今もあるんですか。実はもう不定期になってるのかな、最近あまりやってないんですけど、うん、一応しばらくお休みしてると思います。ただ、うん、そのすごい なんだろうな濃ゆい音楽というか、うん、濃ゆいしすごくこう洗練されてる音楽を聴けるパーティー で、うん、で結構メンバー割とそのパーティー遊び行ったりとかして、うん、すごい影響を受けてたので、まあ、ダンスミュージック銀天団やる前からやってたのかな、そのイベント。その時にみんな銀天団ではないけどみんな別々で遊びに行ったりとかしてた感じかね。そうですね、それぞれみんなメンバー銀天団組む前からパーティーの存在を知ってたりして、で組んだ後もやっぱそこに遊びに行く、こういうのかかってたよねとか、あの時あの人がかけてたこれやばかったねとか。あー、じゃあ本当に遊びの延長っていうというか楽しみの延長っていう感じですね、バンド自体が。そうですね、そうなんですね。じゃあそしたらですね、私バンドって聞くとやっぱりこう、はい、ジャカジャカ鳴らすのが楽しいとか気持ちいいっていう人が多いと思うんですけど、その中でやっぱり独特じゃないですか音楽が。これってでもやっぱりこのなんていうんですかね、音の楽しさを知ってないとこんな音楽ができないのかなっていうのはありまして、お二人が担当している楽器とその楽器の楽しさをちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども。なるほど。はい。自分はシンセサイザーなんですけど、うん、シンセサイザーっていうのはもしゃーとかピコピコとかですね。めっちゃわかりやすかった。もう普段出せない音を出せるから楽しいってぐらいですかね。楽しいっていうかずっと追求していくというか、うん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 、
気持ち悪い音出したいなみたいな出せない音出したいってなるじゃないですか。じゃあケイタさんのドラムはどんなところが楽しいですか。ですね、僕この今後ろでかかってるアルバムがファーストなんですけど、はい、まあ、アルバムって6曲しか入ってないんですけど、うん、でそれでは生ドラムを叩いてるんですね、アコースティックドラムを。で今はもうエレ電子ドラムをずっと使ってて、はい、なので、まあ、ちょっとドラムでも電子ドラムをバンドでやるってちょっと、まあ、あんまりこう見かけないような編成になってて、で、まあ、やっぱそれはドラムはもちろんその生のドラムってこうタッチというか、まあ音量だったりとか、こういうなんかこう歌うみたいな楽しさがあって、で電子ドラムはそれとは全く違う音質にこだわるみたいな。へえ。それこそなんかこの辺の帯域がどうの方のみたいな、こうそのマニアックさみたいな突き詰められるじゃないですけど、いろいろ探求できるっていうのが楽しいですね。生ドラムにはそこはあまりなかった楽しみ方かもしれない。もちろんチューニングとかいろいろあるんですけど、生ドラムで。そうなんですね。なんかやっぱり変わってますね暗いんですよね多分基本暗いんだよこれじゃあ実際にアサイラムでライブをするときはどんな編成でやられるんですか。はい、今回アサイラムではですね、はい、銀天団の5人、うん、と、プラス、この後ろでかかってるアルバムのジャケットを書いてくれた VJ のオム君というその友達が、まあ、VJ という映像を流しながらこうそれをこうエフェクトをかけてこうぐにゃぐにゃにしたりして、それに合わせて演奏もぐにゃぐにゃになっていくっていう遊びをします。遊びになったライブもしますし遊びます。いいと思います。じゃあそうですね、今日来ていただいているのはその5人いるうちの2人だけなんですけれども、はい、まあ、こう他のメンバーを紹介するとしたらというか、はい、まあ、銀天団をみんなに紹介するとしたらどんな人たちですか。ですね、はい、重ねて言いますけど暗いですここで喋れてるのが今奇跡です、ね、面白い。まあ、結構、まあ、変わり者が多くて、うんうん、みんな音楽こう何でも一応聴くし、その特定のジャンルだけっていうことはないんですけど、ただみんなやっぱ好きな音楽っていうのはだいぶ違ってまして、僕だとかだったらもともとメタルとかハードコアとかっていうそのロック寄りのものをずっと聴いていて、でまあツハコだったらテクノとか、まあ電子音楽系ですね、やっぱり自分が多いのは。で例えばその ギターの浦島、はい、あんまメンバーで浦島って呼ばないんでちょっと噛んじゃうっていう定着してないのバレバレなんですけど、まあ、浦島はその、まあ、すごいいろんな幅広い多分一番音楽の幅ではメンバーの中で聴いてる方で、まあ、彼はまあ UK ロックとか、あとはまたそのクラブミュージック的なものを仕入れていくのが一番耳が早いやつなんですけど、でベースの秀幸は今度はアングラフォーク、はい、フォークの中でも、まあ、ちょっと、妖怪みたいな、そう妖怪みたいな妖怪みたいなというと例えばって言いにくくなるね私は妖怪かって言われてまあちょっとまあすごいこう恨みつらみじゃないですけど、こうネガティブなものをこう歌詞に言葉にぶつけるみたいな音楽もすごい聴いてて、でまあその PA、エンジニアの小屋は、うん、ベースミュージック、そのベース低音が主軸になってる音楽だったりとか、あとはまあそのダブ、レゲエとかでよく使われるダブからそういう今っぽいクラブっぽいダブまでやっていて、みんなバラバラっていう感じ。そうですね。ただ共通して暗いんですよ。そこでみんなまとまってるんですね。はい、そこが一番みんながこうシンクロするポイントです。わかりました。じゃあこのファーストシングルの中から1曲ですね、皆さんにお届けしたい曲があるんですけれども、はい、曲紹介をお願いしても大丈夫ですか。はい。では、銀天団でマイナスイオン FX です。聞いてください。
届けした楽曲は銀天団さんでマイナスイオン FX という曲でした。では銀天団さんのお二人にこの後のライブ情報を教えていただきたいんですけれども。はい、ですね、まず、あの2月18日の、はい、土曜日、アサイラム桜坂アサイラム2017、僕らは、18時50分から、はい、19時35分の枠で、はい、桜坂劇場のホール C、はい、これは何日の方ですか。そうですね、桜坂劇場ホール C、18日、はい、初日です。はい、はい、でですね、もう一つが、ちょっとアサイラムに出るらしいんですけど、ちょっとあのフライヤーにまだ、そうですね、あのちょっと作ったのが先でちょっとその後に決まっちゃったんです。そのさっきおっしゃってたケンゴリアンズさん、そうですね、ケンゴリアンズ の、 あのレコ発ライブに、あの今回オファーをもらって、それで、ケンゴリアンズと地獄車と銀天団っていう、この結構ジャンルが異種格闘技な感じでやらせてもらいますので、これが3月19日の日曜日ですかね、うん、はい、アウトプットでやりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、毎回違うんで、アサイラムもアウトプットもいいんだぜ、来て。ぜひ行ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではここまでお話伺ってきたんですけれども、まあ後半になってきました。ではスタッフとして来ていただいている知念さんと透明さんにも少しお話を聞いていきたいんですけれども、まず知念さんは普段どんな音楽を好んで聞いてますか。はい、僕そう、あのさくるりとか聞いてまして、はい、でくるり聞いて、で落ち着くのはユニコーンに行っちゃうんですね、なぜか。ユニコーンが一番最初に好きになったバンド。落ち着く方が元気なというかアップテンポみたいな、なんすかね、なんかでも最終的にユニコーン聞いて、なんかユニコーンの最後のシングル、あの解散というかした時の素晴らしい日々って曲が一番好きな曲なんですけど、それ聞くとちょっとあのなんか明日も頑張ろうって思える感じになれるっていう感じですかね。いいですね。はい、そんな感じですね。はい、そう、音楽ってこう活力になりますよね、本当に。そうですね、なんかだからあの端々でなんかフレーズだったり、なんかなんでしょうね、ギターの音の感じだとかドラムのとか、なんかあこのフレーズ好きみたいなあるじゃないですか、一瞬一瞬の、うん、そうそう、だからなんかだからそうですね、そういうの聞いてるとなんか、うん、って思って、うん、頑張れますね。この今回桜坂アサイラムのスタッフをしてるのは今回は初なんですか。はい、いえ、もう5年連続ぐらいですかね。まあ、劇場スタッフでいた時から始まって、その時は荒野のアサイラムっていうイベントでイースタンユースさん と、うん、立てさん、立てたか子さんかなでやってた時なんですけど、その時からもいるの で、うん、でまあ、ちょこちょこ間は空いたりしながらも手伝ってはいるので、もうアサイラムキャリアはめちゃくちゃあります。アサイラムキャリア組、アサイラムキャリア組ですね。実際やってみてどうですか、どんな点が楽しい。そうですね、あのだから僕そのよく言って怒られるんですけれども、あの音楽に対してそこまで熱いものがあるかって言われると、多分皆さんと比べるとそんなになくって、うん、であの僕スタッフとして入った時も、劇場に入ったのもただ面白そうだなと思って入ってでそれからなんか出てくるお客さんの顔だったりだとかが、うん、なんかとってもニコニコしてたりだとか、たまにあったのはちょっと音楽とは変わりますけど、映画が終わって、終わった後に受付に来て、うん、この映画良かったよありがとうって言ってくれたりするお客さんがいらっしゃったりして、そういうのがあってすごく、あなんか嬉しいじゃないですか、うん、でやってると人の楽しそうにしてるのが見てるの、自分が好きだなっていうの、楽しそうにしてる人たちを見てるのが好きだなっていうのがあって、うん、それからずっともお手伝いさせていただいてる感じではあって、なので今回も、まあ、多分いい瞬間瞬間を垣間見れるんだろうなとは思っていて、わー、はい、楽しみですね。そうですね、はい、うん、じゃあと、知念さんなりの、アサイラムのおすすめの楽しみ方とかあったら。そうですね、本当に無料で見れるライブもありますし、うん、その劇場の前の公演ではその出店とかやったりして、はい、まあ、いろんなお店の美味しいもの食べれたりもするし、そんな中でもちょっと音楽がどっかから鳴ってたりもしますし、うん、でまたいろんな場所でもライブもやりますから、まあ、
分からなくてもなんかこう行ったらなんか新しい発見って毎回あるじゃないですか、はい、そういうのを楽しんでいただけたらなとは思ってますね、はい、あ、そうなんですね。とまた来週がちょっと楽しみになりましたね。ありがとうございますありがとうございます。ですね、ここでメールが届いておりまして、1通目がですね、中古 CD レコード店のロックさん、ご近所ですって、ありがとうございますコメントをいただいているのと、そして遠目さんのお父さんからいただいて毎週が毎週水曜日喋ってるんですよ、この FM 講座で、はい、ラジオ番組持ってて今水曜日夜7時のヒッティングチャンスということで頑張ってる野球少年たちを応援する番組をしておりまして、いただきまして頑張ってください、そしてさゆりへもう少し右へ寄ってくださいおかしい、あ、この映像見てるんですね、見てらっしゃるんですねですね、じゃあちょっと時間がですね少ないので遠目さんにも聞いていきたいんですけれども、はい、まず、アサイラムのスタッフをしたきっかけを教えていただきたいです。私は2015年にこのボランティアスタッフを募集してる時に、うん、その募集を見つけて劇場で映画を見に行ったりとか、すごい空間が好きだったんですけど、うん、この劇場で働くのは今の仕事を辞めるわけにはいかないっていうのでボランティアスタッフならやりたいっていうので、2015年のアサイラムからボランティアスタッフで15、16やって、今年はあの実行委員のスタッフとして入ることになりました、うん、実際やってみてどうですか。やっぱりもう千恵さんも言ってたんですけど、この、うん、知らない顔が少しずつ知ってる顔に変わって、でそれがまたなんか会話につながって、で楽しかったよとか、うん、っていう言葉につながってっていうのがやっぱやっててすごい楽しいって思える部分ですかね、はい、じゃあこのアサイラムのおすすめの楽しみ方ありますか結構なんか私たちもスタッフしながらすごい楽しんでる感じで、うん、この聞いたことない音楽も聞いてみて、あ、なんだこれ、私こういうの好きだったのかっていう自分の発見にもつながるっていうのがすごいおすすめです。はい、そうですね、なので聞いたことないけど気になってるってとこは本当にさっき言ったみたいに一曲でも聞きに行って足運んでいっぱい街を歩いてっていうのがすごい楽しいかなって思います。はい、これさっき無料のスペースもあるって聞いたんです、はい、言葉が出たんですけど、はいはい、チケットを買うところと無料で見れるところもあるあります。あの劇場の外にウッドデッキがあって、うん、そこにあのサンゴ座っていうんですけれども、そちらでちょっとまあフライヤーの方には載ってたりするんですけれども、はい、そちらの方でもやってますし、うん、公演の方でもやってまして、で公演では今回あの飛び入りのステージも作る予定になってます、はい、なってるので、なので、まあ、もしかしたらアーティストの方で時間が空いてる方でやりたいっていう方がいらっしゃったらそこに行ってやる可能性もありますし、近所のおじいちゃんが三振持ってやっちゃう可能性もあるのかなと思ってそれはスタッフで本当にどんな感じになるのかわからないところなので、うん、ちょっと楽しみだねっていう話はしてます、はい、その公演は国際通りから天仏をの裏側、ね、天仏の裏の、はい、そうです、希望が丘公園ですね、はい、そちらでやってますので、もう来ていただいて見ていただきたいですね、はいはい、あとあのライブ以外でもワークショップとかで例えば自分でプリントをできるものがあって、はい、生地を持ち込んでいただくと例えばトートバッグとか持ってきてもらうと、はい、それにこうアサイラムのプリントが500円でできるみたいなものとか、はいはい、例えばラジオを想定してロックが大好きな人たちが喋り合うっていうのもあるみたいなので、はい、ぜひお時間のある方は行ってみてください。それではすみません、最後バタバタで一人ずつお名前を言っていただいてもよろしいですか。今日の放送は桜坂アサイラムスタッフの遠目と銀天団ドラムの啓太と銀天団のツアコです。桜坂アサイラムスタッフの知念です。はい、と FM からミックでお届けしました。ぜひお時間のある方行ってみてください。ワクワク音心弾ま